本部長、本部長、先ほど申しましたように、さっきのもう3号は昨日の1号と同じような状況になりつつあるんで、本当リアクタービルの中にもう水素が溜まってると思うんですね、はいはい、でそれを逃がす方法を考えるべきだと思いますけど、そうだね、水素を逃がす方法を、本店さんなんかいいアイデアありますか。飛行機も水素がかなり溜まっているというふうに見られるんで、はいはい、下手をすると気のようなことになる可能性がある、はい、リアクタービルの最上階に水素が溜まっていると想定したときにですね、抜く方法はブロワードパネルを開けに行くんですが、現場を中から開けに行くのは無理だと思います、はい、